どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、とうとう来てしまいましたね。ブリティッシュエアウェイズのマイレージサービスであるアビオスなんですけども、こちらね、解約ということで、今回ですね、動画ね、やっていきたいと思います。いやー、残念ながらね、来てしまいましたね。 JAL のね、国内線の特典航空券がですね、お得にね、発券することができるということで、有名なね、ブリティッシュエアウェイズのマイレージサービスアビオスなんですけども、まあ、こちらね、突然解約が実行されました。まあ、こちらね、実行ということで、もうね、すでに必要マイル数はね、上がってですね、解約が実行されておりますということで、まあ、これからですね、もう発券する場合はですね、必要マイル数がね、アップした状態での発券といった形になります。ということで、まあ、今回の動画に関してはですね、結論から言うとですね、今後ね、変更がない限りですね、ブリティッシュエアウェイズのね、アビオスのマイレージサービスですね、JAL の国内線の特典航空券を利用するっていうのはですね、ちょっとね、旨味がない感じになるっていった形になります。でですね、ブリティッシュエアウェイズのアビオスの JAL の国内線のね、特典航空券の必要マイル数なんですけども、まあ実はですね、こちら徐々にね、解約がされております。私がね、こちらメインでね、結構使わせていただいてた時はですね、羽田からね、札幌路線っていうのは片道4500マイルでね、利用することができたんですよね。これが2019年の3月とか4月とかに私利用してたんですけども、その後ですね、2019年の5月から6月ぐらいにですね、こちら解約が、されまして、まあ道路線がですね、片道6000マイルっていう風に、ここでね、1回必要マイル数が上がってるんですよね。まあそれでね、まあ2021年今までですね、片道ね、羽田から札幌とかね、まあそういった路線が6000マイルでね、利用することができていたので、まあこのね、道路線をですね、 ANA とか JAL マイルでね、発券する場合ですね、レギュラーシーズンであれば7500マイルっていう風になりますんで、まあブリティッシュエアウェイズだと6000マイル、ANA JAL だったら7500マイルということで、片道ね、1500マイルね、少なく発券することができていたんですよね。まあ昔は4500マイルだったんで、もうすごいね、お得だったんですけども、まあ今回ですね、この路線に関しても7500マイルにね、なってしまったっていう風になるわけなんですよね。で、この解約自体はですね、もうすでに実行されておりまして、実行された日付はですね、ちょっと正確にはわからないんですけども、ここ数日でですね、実行されているっていった形になるんですよね。で、今回のね、動画では、この JAL の国内線のね、特典航空券の話を、メインでね、させていただいておりますけども、まあ全体的にですね、短距離路線に関しては、必要マイルがね、上がっているようにね、思えるって言った形になるんですよね。こちらはですね、ロンドンから、パリまでのね、ブリティッシュエアウェイズの必要マイル数なんですけども、まあ、こちらの短距離路線であっても9250アビオスということで、まあ確かね、この路線ね、4500アビオスぐらいだったと思うんですけども、倍ぐらいにね、上がっているって言った形になるんですよね。ですんで、まあ短距離路線をですね、絞って、まあ今回ね、アビオスが解約されたって言った形になりますね。またね、微妙な短距離路線の、まあ、国際線とかですね、超長距離路線に関してはですね、こちら必要マイル数ね、変わってないっていった形になっておりまして、まあ、こちらはですね、関西国際空港から香港ですね、まあ、こちらは、1万1000アビオスということで、こちらもね、今回のね、解約には入ってないっていった形になります。またね、羽田からロンドン路線ですね、こちら超長距離路線ですけども、まあ、こちらに関してもですね、必要マイル数は1万9500アビオスということで、こちらもね、変わってないっていった形になります。ですので、まあ今回ですね、ブリティッシュエアウェイズのこのアビオスのね、解約についてね、話させていただきましたけども、短距離路線に関してはね、解約っていった形になりまして、まあ長距離路線とか国際線に関してはですね、今回の解約にはね、含まれていないっていった形になるんですよね。ですので、今後はですね、このブリティッシュエアウェイズのアビオスに関してはですね、長距離路線で、まあ利用していくっていうのはですね、お得なね、利用方法かなっていった形になりますかね。ということで、国内線でね、利用することができないっていう感じになるとですね、ちょっとね、貯めていくのもね、なかなかね、ハードルが高いかなっていうふうに思いますよね。ちょっと気軽に使えないですよね。まあね、この羽田からロンドン
期日をね、19,500 アビオスということで、まあこの路線はね、本当にお得なんですよね。ちょっとロンドンというところで税金は高い部分はあるんですけども、まあそれでもね、2万アビオスで、まあ、片道発券することは、まあこちらエコノミークラスですけどね、利用することができますので、まあ限られたね、まあ感じでお得にね、利用することができるっていった形になります。またね、この路線についてはですね、成田発だったかもしれないんですけども、まあね、キャンペーンとかもね、年一で行われておりますんで、そうなるとね、確か片道9,750アビオスとかね、そんなんで東京からね、ロンドンまでね行けたりしますので、まあそういった感じで利用できればですね、まあお得度はねかなり上がるかなっていうふうに思うんですけども、まあ限定的なね、感じになるかなっていうふうに思いますね。まあひとまずですね、まあ今回のね解約で思ったことはですね、外資系のマイルはですね、必要な分だけ貯めてできるだけ早く使うっていうのがね、本当に鉄則だなっていうふうに思いましたね。もちろん今回のね、解約についても事前アナウンスは一切ありませんので、まあ、突然ねバーンって変えられたっていう感じになりますからね。それでは次にですね、今回のねブリティッシュエアウェイズのアビオスの解約でね、影響を受けるねポイント制度についてなんですけども、このブリティッシュエアウェイズのアビオスにね交換できるポイント制度としては、 SPG アメックスのマリオットボンボイポイント、またね、アメックスのクロパーのポイント制度であるアメックスリワードポイントですね。また、三井住友カードのポイント制度、V ポイントがですね、このブリティッシュエアウェイズのアビオスにね、交換することができたわけなんですけども、まあ、SPG アメックスに関してはですね、マリオットボンボイポイントということで、他のマイレージにもね、幅広くね、交換することができますし、またね、ホテルにも利用することができますので、ここはね、問題ないですかね。またね、V ポイントに関してもですね、ANA マイルに交換することができたりですね、今ね、非常にお得で結構話題になっているソヤシドエアマイル、またね、そこからエアドゥポイントとかね、まあそういった感じで交換できるので、まあそこに関してはね、問題はないかなというふうに思うんですけども、個人的にね、一番困ると思うのは、アメリカンエクスプレスのポイント制度であるリワードポイントですね。こちらはですね、まあ個別でね動画出しておりますので、詳しくはねそちら見ていただきたいんですけども、アメリカンエクスプレスのこのリワードポイントっていうのは、メンバーシップリワードっていうね有料プログラムをね加入すると、1ポイント1マイルでね10日で ANA マイルにね交換することができるんですよね。まあこちら交換することができるんですけども、年間4万マイルっていう上限があるんですよね。ですんで4万マイル以上ね交換するのはもったいないってなるとですね、それ以外に検討する場合ですね、ブリティッシュエアウェイズのアビオスっていうのはですね、結構有力だったんですよね。こちらメンバーシップリワードプラスね、加入している場合、1250ポイントで1000マイルということで交換することができていたので、これをね、利用されてた方もかなり多かったと思うんですよね。ここでね、お得に利用することができなくなるということで、こちらね、利用されている方はね、かなりね、厳しいのではないのかなというふうに思うんですよね。まあ、個人的にはですね、おすすめとしてはですね、ANA のねスカイコインであれば1ポイントね1スカイコインね交換することができますし、またですねポイントをですねクレジットカードの利用額に充当するねポイントフリーダムっていうのがあるんですけども、まあこちらであればですね、航空会社決済であれば1ポイント1円でね利用することができるっていった形になりますし、ホテルであればですね、1ポイント 0.8 円換算にはなるわけなんですけども、利用額にね、充当することもできますので、こんな感じでね、利用していただくのがね、いいのではないのかなというふうに思うんですよね。今回ね、アビオスの解約はですね、ここに影響ね、来てるんじゃないかなというふうに思うんですよね。おそらくこのアメリカンエクスプレスのプロパ系のね、クレジットカード保有されている方は4万マイル以上ね、どうすればいいんだっていうね、ふうに思ってると思うんですよね。いやー、ちょっとね、突然の解約でね、かなり厳しいですよね。ということで、今回ですね、ブリティッシュエアウェイズのアビオスのね、解約についてね、解説させていただいたわけなんですけども、いやー、本当にね、残念としか言えないわけなんですけども、どうですかね、もうこのまま変わらないんですかね。ちょっとこればっかりはね、わかんないんですけども、本当に外資系のね、マイレージサービスは、一気にこうやってバスンと下げたりですね、また急に戻ったりとかもね、ありますんで、まあ、今後どうなるかは、まあ、正直わからない部分ではあるんですけども、まあ今回ね、まあ、こういった感じで、解約がね、来てしまいましたので、外資系のね、
マイレージサービスでいうとブリティッシュエアウェイズのね、今回のアビオスもそうですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスも、まあ、外資系のマイルっていう風になりますんで、ユナイテッド航空のマイレージプラスに関しては無期限でねマイルが貯めることができますので、まあ、この点はねすごいいいですし、日々の決済でね貯めるっていうのもかなり貯めやすいわけなんですけども、まあ、こういった感じでですね一気にスパンと解約っていうのも、まあ、リスクとしてねあるっていった形になりますんで、必要な分だけね貯めていただいて、できるだけ早く利用するっていうのがね、いいのかなっていうふうに思っております。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。悲しい。